はい、ということで、今回も前回に引き続きまして、フランス人のお茶人さんザックに呼ばれたお茶事の様子を、ご紹介させていただきたいと思います。前回は、寄り付きで皆さん集まってで、香箋をいただいてお庭の方の腰掛け待ち合いで出ていると、亭主のザックが迎えに来てで、つくばいを使って席に入ってご挨拶というところまでお送りさせていただきました。今回はこの続きということで懐石料理の場面を、また、引き続き、私、聞かざるの、ご案内でお送りしたいと思います。茶の湯チャンネル。はい、再び、亭主のザック入ってまいりましたね。はい、何持ってるかよくわからないと思うんですけど、これ座布団ですね。お茶用の座布団なんで普通の座布団よりちょっと小さめですけれど、これを折ってお渡しします。これもね、渡し方結構流儀によっていろいろあるようでございますけれど、これを手渡してお客さんがぴょんと膝を浮かしてる間に、この座布団を畳と足の間に入れるというなかなかトリッキーな敷き方をするのがお茶の習いでございます。たまにね、頭飛びすぎて後ろにぶつける方なんかもいらっしゃったりするんですけど、はい、引き続き出てきたのがお膳でね、懐石料理スタートでございます。手前に乗ってるお椀、左側のがご飯が入った飯椀、右側のが、お味噌汁の入った汁椀ですね。向こう側にあるのが向こう漬けといってお刺身が入っております。で、手前にお箸が、右側がちょっとね出して、置いてあると思うんですけれど、左側、食べ始めましたら、これを左側出すようにすると、まあ、お箸をつけた、口をつけたところがね、お箸が下につかないで、いただけるというような形になります。では頂戴しましょう。はい、亭主のご挨拶でいただき始めます。向こう漬けはお酒が出てから一緒に、お酒の魚でいただくということなので、最初にご飯とお味噌汁をここでいただいてしまいますね。はい、いただいてるとまた亭主入ってきて、皆様お待ちかねのお酒でございます。今回お呼ばれしたのが、正午のお茶事、真昼、昼のね、真昼間からなんですけれど、昼間からお酒を飲んでいても、白い目で見られないのがこのお茶事のいいところでございましょうかね。はい、朱塗りの、塗りの杯でね、お酒いただくっていうのを今だと結婚式の三三九度ぐらいなのかもしれないですけれど、この口に当たる角度も違いますし、やっぱり漆の肌触り、特に唇敏感なので、今日は大変ね、これでいただく一汁三菜ですね。美味しいですね。初心料理がございますね。今日は牛のごまあえですね。美味しい。精進料理のコンセプトだそうで、中身は、ほうれん草のごまあえということのようですね。はい、ここで、亭主再び入ってきまして、飯器を持ってきました。一番最初のご飯はね、まずお客様に炊きたてのご飯を差し上げるというので、お茶事のご飯自体がちょっと水多めの、1.5 倍ぐらい水を入れた炊き加減でご飯を炊くんですけれど、さらにまだ蒸れてない、ちょっと炊飯器を蒸らし機能が作動する前のちょっと早めに開けると表面がまだ水分でブクブクいってジュクジュクしているような状態のその表面をまず一口取って、炊きたてですのでどうぞ一口というので、最初にお出ししてるんですけれど、今回は2回目のご飯が出てくるので、これはちゃんと蒸らしたご飯なので、さっきとちょっとね炊き加減が変わったようなご飯が出てまいります。お味噌汁はねお預けするお盆の上に置いて、亭主に差し出すと、これを亭主が、よそってきてくださるわけですね。皆さんでねご飯取り回しますね。懐石というとね、懐の石というふうに書く懐石と合う石と書く懐石ございますけれど、お茶の時の懐石は、懐の石の方の懐石になりますね。はい、で、なんで懐の石かっていうと、お茶の、禅寺のお坊さんが
冬寒い中修行するのにお腹が空いて、寒くて修行に集中できないという時に、懐に、かまどのそばでね温めといた石をこっそりタオルにくるんで懐に入れて、これを温弱、あったかい石と書いて温弱というふうに読むんですけれど、この温弱を懐に入れたこのあったかさで、空腹を紛らわせて修行に集中したと言われているので、まあお茶の前に、粗末なもう本当に懐に入れた石ぐらいの、ものですけれど、どうぞというのが懐石料理、懐の石と書く懐石ですね。お茶の懐石はですので、こうこの精進料理がベースになっているというので、結構お茶の作法の中でお寺の作法から来ていると言われるようなものもございます。で、まあそんなのもあってですかね、今日のご思考は、精進でというようなお話でございましたね。はい、今出たのが煮物椀でございますね。これお茶事の中、懐石料理の中ではね、メインの、お料理になります。茶懐石、大体主食のご飯の他に、お味噌汁、まあ、ご飯と味噌汁ってね和食の、基本ですけれど、これに3品おかずがつく、先ほどの向こう漬け、お刺身とこの煮物椀と、一番出しで沿ったね、お椀と、それから焼き魚が出て、これで一汁三菜という、茶懐石のベースになります。はい、またお酒が出ましたね。煮物椀と一緒にお酒をいただくと、この朱塗りの杯ね、意外と入るんですよね、量が、60cc ぐらい入るんじゃなかったかな、ね、これだけ平たいとあんまりお酒入らないイメージですけれど、意外といただけるもんでございますね。今日の煮物ごはんは水炊き豆腐ですね。こちら水無月豆腐ということで、今回精進料理ベースにして、お茶事をね、お料理出されてらっしゃるようで、まあ、水無月というとお菓子なんかでもねよくあるんですけれど、宮中の行事から夏にね病にかからないという、名越しのための、縁起物として、できたお料理でございまして、これ、普通ですと一番だし取るときに、鰹節と昆布で取るのが通常ですけれど、今回は鰹節を使わないで昆布だけで取った精進のお料理ということでございますね。はい、ここで出ましたのが焼き物ですね。通常だと焼き魚なんですけど、何ですかねこれ。ピントがボケててよくわかんないですね。はい、こちらはね、ナスの田楽ですね。はい、通常だとね焼き魚が出るところですけれど、焼き物、ナスの田楽でございます。ありがとうございます。はい、焼き魚が出たところでまたお酒が1本ですね。お母さん今日ありがとうございます。ザックさんもよかったらお一個いかがですか。ありがとうございます。ここで、焼却から亭主の方に、お酒をまた一献いかがですかというんで杯渡してますね。最近ちょっとねコロナの影響で、同じ杯口につけるのはね、やらないことも多いんですけれど、まあ、今回は、スタッフ同士というので、まあ気心の知れた、お茶事ということで、してるようですね。今日の日本酒ですね、はい、こちらも飛騨高山からですね、はい、こちらの日本酒は新人アクシーでございます、うんうん、私たちの師匠、ま、ラベルの前は見える関阿西語の師匠の名前は関阿西、はい、そうですね、コールドクラウです。はい、続いてまた半旗が出てきます。まあ、お酒ねあまりいただかない方は焼き魚でね、お酒を飲んだりいたしますね。こちらはお任せください。はい、またご飯今回はたっぷり入っているので、
取り分けていきますけれど、味噌汁の方は十分頂戴しましたとお断りしてますけど、これもお約束でして、3回目は、お汁はおかわりをしないのが、大体習いになっているようでございますね。間違ってもう一杯くださいと言っちゃうと裏でバカの三杯汁なんて言われることもあるようでございますけれど、普通ですとね、八寸のところでこういうね杯、交換したりするんですけど、まあまあ焼き物ぐらいで、とっくりが出てきたりするとこうね、杯ちょっと交換こしたりなんていうのもねすることあるんですけれど、なんかねお正客さんもなんかおのおのお歌いもできるという噂を。すごい噂。噂ですね。あ、今ですか。あ、もちろんもちろん、なんか召し上がってらっしゃるしどうですか。お魚が欲しいと。よろしければ何かの酒の魚がありますか。ちょっと美味しいの。恥ずかしい。そうね。音が外れた高砂ぐった。ぜひぜひじゃあ。音が外れた高砂ぐ。たかつきにけり、はい、ついつい私から、振ってしまいましたけれど、本来だとこう、ご亭主がお酒いただくときに魚がないからなんていうと余興で、焼却とか、お客様がちょっとお歌いしたりして、まあ、それを魚に、亭主がいただくみたいなことがどっちかというとあの発寸の時にすることなんですけれど、今回はね焼き物の時に、私から振ってしまいまして、こんな流れになりましたね。大丈夫です。はい、焼却の浜崎さんね、ちょっとなんかおのおのイベントで、高砂されたことがあるなんていうんでね、私の方からちょっと振ってみましたけれど、いやー素晴らしい歌が聞けてありがとうございます。音がずれてるの、箸は途中で忘れる。いえ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 、水子さんちゃんとカットせずに使っていただきましたね。はい、ということで、お酒を最後にね、お預けして皆さんで、召し上がってくださいということで、まあ、一汁三菜までですね、はい、今回のお茶事は、精進でストイックに行くというのできっちり一汁三菜で終わる感じのようなんですけれど、それで先ほどもね八寸、省略するということだったので、お歌いをお願いした感じなんですけれど、ここでねお酒を酌み交わしてで、お料理が終わりで、最後にお漬物が出て、次回湯桶が出るというようなところで今回はここまでで、終わらせていただきます。ありがとうございました。茶の湯チャンネル。